まず最初に2022年12月期第2四半期のハイライトということで、私どもの この重要な経営指標である経常利益に関する要点をご説明いたします。まず前社の概況としましては、この第2四半期の連結経常利益は 0.8 億円ということで、この前年同期比および計画比において大きく減少する結果となりました。その内訳として、私どものセグメントは大きく3つの事業、設計サービス、メンテナンスサービス、省エネサービスとございますが、このメンテナンスサービスと省エネサービスに関しては、この計画比プラス 18.2% プラス 303% ということで、経常利益上振れしていたのに対して、主力の設計サービスの方がですね、この前年同期比および計画比において大きく減少したというところが、この第2四半期の要点となります。第2四半期のこの連結業績、売上高、経常利益、四半期純利益全体の概況についてご説明します。まず今回の第2四半期、この期初の計画と比べますと、売上高に関しては若干マイナス 2.9% の未達というのに対して、経常利益がマイナス 41.8% という形で大きく減少しております。で、一方で、四半期純利益に関しては1億5900万ということで、計画比でプラス 59.8% の超過となっております。で、こちらについてはですね、6ヶ月の間で我々が保有している投資有価証券を売却したことで、特別利益として1億1900万円を計上したことが主たる要因です。こちらについてはですね、当社が保有する資産を有効活用することで、今後我々が将来向けて投資する資金、そして配当減少を確保したオペレーションということが言えます。事業ポートフォリオの優先順位の見直しについてご説明いたします。各事業の昨今のこの事業環境の変化、各事業の足元の損益状況を踏まえて、我々としてはこの省エネサービス事業にこの経営資源を優先的に投入して、省エネサービス事業を基軸とした事業成長を目指すというものになります。なぜこの省エネサービス事業を第一優先として進めていくのか、その理由その1としては3つの外部要因があります。1つはまず脱炭素社会の実現に向けた様々な政策支援、2番目のこの電力不足と、それから電力料金の高騰になります。で、この1番と2番の背景を含めて、今この一般消費者の皆さんにもですね、この太陽光パネルですとか、それから蓄電池といった省エネ、節エネ、蓄エネ関連の設備機器というのは費用対効果も良くなってますし、防災とか節電の観点からも非常に設置意欲が向上しております。で、そういった背景を踏まえてですね、今あらゆる分野のこの住宅事業者様がこの太陽光や蓄電池といったこの省エネ設備機器の設置に非常に意欲的になっております。で、そうした中でこのテッコホームテックがご提案するこの省エネ機器のサブスクリプションモデルであるこのエネカリというサービスがですね、所有ではなく利用というコンセプトで、この初期費用ゼロ、それから定額利用モデルというところがですね、一般の消費者や住宅事業者様にご評価をいただいて、このエネカリ採用企業というのが、下に書いております通り、大手のこの財閥系不動産会社様ですとか分譲ビルダー様中心に普及が非常に加速しているという状況にあります。で、もう一つこの省エネサービス事業を優先する理由としては、このシナジー効果があります。このテッコホームテックの事業が拡大することで、我々エフコグループの3つそれぞれのセグメントでのシナジー効果が期待できるというところが、ここを優先する大きな要因となっております。